エルカ・ピットリオの建物の近くのカメリトバス。運転席のドアにはメガバイトロゴが描かれている。メトロブス・デラ・アバナはキューバ共和国の首都ハバナ市にて運行されている公共バス路線網である。メガバイトとして省略される。東バス路線網はキューバの首都の主要な公共交通網であり、陸上の地下鉄として考えられている。もともとが車両の二つのコブにより、 カメジョス、またはカメリトスとして知られているメトロブスの保有車両は近代化されており、現在では中国製のウズーブランド、ロシア製のライアズ、またはベラルーシのマズなどの大型で近代的な連接バスを使用している。ピーク時間でのバス運転間隔は約10分ごとであり、停留所は大抵800から1000メートル間隔にある。東バス路線網では いくつかの近郊鉄道の駅に連絡している。東バス路線網は17本の本線からなっており、すべて数字の前に文字 P で識別されている。ウィキメディアコモンズにはメトロブスデラアバナに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。